マイク・ガスコイン。マイク・ガスコインは、イギリスノーフォークのリッジ出身のレースエンジニアである。第一カーのデザイナーとして知られる。マクラーレン、ザウバー、ティレルなどの F1 チームをエンジニアとして渡り歩いた後、ジョーダン、ルノー、トヨタ、フォースインディアで技術部門の責任者を務めた。2010年よりロータスレーシングに所属し、ケーターハムグループの最高技術責任者を務めた。1982年、ケンブリッジ大学に入学し、流体力学を研究。1988年に中退し、ウェストランドヘリコプター社の一部門である、ウェストランドシステム社で一時的に働いたが、モータースポーツでの仕事に憧れ、1989年には、風洞実験の空力エンジニアとして、マクラーレンに加入する。1年間で、マクラーレンを去ると、1990年にはティレルに加入し、ハイノーズ、アンヘドラルウィングを採用した斬新な空力処理を持つ019の開発に携わり、同社 C の設計者であるハーベイ・ポスルスウェイトのアシスタントとしてその薫陶を受けるようになる。1991年にポスルスウェイトが当時第一参戦を計画していたザウバーチームの F1 カー設計に関わることとなったため、ガスコインもポスルスウェイトに従ってザウバーに移籍した。ほどなく、ポスルスウェイトは、ザウバーチームから去ったが、空力チーフだったガスコインは止まり、1993年シーズンを通して C13 の開発を継続。同チームは初年度ながら12ポイントを獲得し、年間のコンストラクターズランキングでも7位を獲得するという、新規参戦チームとしては目覚ましい成績を残した。1993年後半、ティレルに復帰したポスルスウェイトから副テクニカルディレクターの座を提示されたため、ガスコインは翌1994年から4年間をティレルで過ごすこととなる。かつての名門とはいえ、この時期すでに斜陽となっており、資金力に乏しい同チームでは開発者としては腕を振るう機会が制限されたが、1997年には X ウィングと呼ばれる特殊な小型ウィングを発案し、話題を集めた。1998年のシーズン直前、ケン・ティレルが同チームを BAR に売却することを決意し、新オーナーがチームの技術部門の刷新を図ったため、ガスコインはチームを去った。1998年6月、テクニカルディレクターとして、ジョーダングランプリに加入し、すぐさま1999年に向けて199のデザインに取り掛かった。この1999年シーズンは、ジョーダンチームにとっては、チーム史上最も輝かしい年となり、コンストラクターズランキング3位、優勝2回という成績を残した。翌2000年の結果は、前年に比べれば冴えないものであったが、それでも、ガスコインの評価は揺るがず、エンジニアの中でも当時の2大巨頭である、エイドリアン・ニューウェイ、ロリー・バーンに次ぐ存在とみなされるようになった。2001年シーズンの開幕直前、ガスコインは当時低迷していたベネトンチームへと移籍した。ほぼ同時期にチームはルノーによって買収され、翌2002年からルノー第一チームとして参戦することになった。ルノーでは開発部門の総責任者として組織変更に着手し、ジョーダン時代からの知己であるマーク・スミスとティレル時代ともにポスルスウェイトの下で働いた。ティム・デンシャムを同格のチーフデザイナーに据え、2つの設計部門に各年で設計を行わせるという独特の手法を試みた。在籍3年目となる2003年のハンガリー GP で、同チームとしては1997年、ドイツ GP 以来となる久々の優勝を遂げた。しかしながら、ガスコインは年俸交渉でチームとの関係がこじれ、厚遇を示したトヨタへの移籍を発表した。2003年12月、ガスコインはトヨタの本拠地であるケルンの TMG ファクトリーに職場を移し、テクニカルディレクターとして2004年型車両の開発に携わった。しかしながら、本来数ヶ月を要する第一カーの開発をシーズン直前のわずかな期間で行うのはそもそも無理があったため、2004年シーズンの結果は芳しくないものとなった。2005年型トヨタ TF105 当時、トヨタはフェラーリに匹敵あるいは凌駕すると言われるほどの潤沢な資金を持つチームであり、続く2005年シーズンはガスコインがそうしたリソースを効果的に活かしたことで、同チームにとってはそれまでで最も良いシーズンとなり、優勝こそなかったものの表彰台に複数回登壇し、年間ランキングでも同チームとしては最高位となる4位を獲得した。この結果から2006年はさらなる飛躍が期待されたが、マレーシア GP ではガスコインのサーキット入りが遅れたことから、ガスコイン不在の中で金曜フリー走行が行われ、そのセッションのプログラムの中で、これまでガスコインが主導して設計した空力パッケージが全く効果をなさなかったことが発覚した。その後、サーキット入りしたガスコインは激怒し、ガスコインとチーム首脳部の対立が表面化、オーストラリア GP 後に解任が決定した。シーズン開幕前から、新車 TF106 のパフォーマンス不足が判明し、改良型の TF106 ワイトを投入する矢先の出来事だった。なお、2005年の時点でトヨタから受け取っていた年俸は800万ドルと言われており、これは当時フェラーリに所属したロス・ブラウン、ロリー・バーン、マクラーレンに所属したエイドリアン・ニューウェイらを抑え、下位1チームに所属するエンジニアの中では最高額となる報酬であった。2006年9月、スパイカーカーズ社が MF1 レーシングの買収を発表。ガスコインはスパイカー下位1チームと契約を結び、2007年に技術部門の責任者であるチーフテクニカルオフィサーとして、同チームに加入した。なお、スパイカーチームの前身である MF1 レーシングは、ガスコインにとっては古巣にあたるジョーダンチームを買収して誕生したチームであった。2007年10月に、スパイカー界1が、ビジェイ・マリアとミッシェル・モルによって買収され、ホース・インディアとチームを改名。ガスコインは、同チームのチーフテクニカルオフィサーとして務めていたが、マネージメントの一新により2008年11月8日にチーム離脱が発表された。その後はマギーリミテッドを設立し、技術コンサルタント業務を行った。2009年、マギーはイギリスの F3 チームライトスピードと提携し、ロータス界1チームとして界1に参入するプロジェクトを進めた。2010年より参戦した。ロータスレーシングではガスコインがチーフテクニカルオフィサーに就任した。同年9月、チーム代表のトニー・フェルナンデスはガスコインとの契約を2015年までの5年間に延長することで合意したことを発表した。チームの運営面ではマーク・スミスのほかスティーブ・ニールセン、ジョン・アイリーといったかつての同僚を招き、技術部門の強化を進めた。その後チーム名はグループロータスとの対立の末、2012年より、ケーテハム下位1チームと名称変更することになった。ガスコインは、下位1、GP2、エンジニアリング部門など含むケーテハムグループ全体の技術面を統括する CTO に昇進した。その後ケーテハムを離れ、自ら CEO を務めるマイク・ガスコイン・インターナショナルを設立して、コンサルタントに転身。2017年には、元、ミナルディのオーナーだったポール・ストッダートや、新たに、界1の運営を引き継いだ、リバティメディアなどからの誘いを受け、ストッダートが運営する、界1エクスペリエンシーズが走らせる2シーターマシンの、テクニカルディレクターに就任した。ありがとうございます。